琉球パッシャとは、琉球王国において、琉球パッシャの姓により、王府から特別の扱いを受けた八つの神社である。琉球宗教史の研究によれば、琉球には、臨在宗と新言宗の二派の仏教が伝えられ、ことに臨在宗が交遇されたが、新言宗寺院にも、王府から寺六を救された八光寺が存在した。これら八光寺には神社が平地されていたが、これらの各社は俗に、 琉球パッシャと称された。琉球パッシャの取座を占めたのは、波状宮であった。これは、波状宮を境内に持つ五国寺が新言収穫寺の本寺であったことによると同書では述べている。さらに同書では、ここで言う、感謝漢寺は、当の神社や寺院そのものが勧誘であるということでは、決してなく、神社あるいは寺院といった団体に対して、その維持経営を官が保護し保障したと見るべきであって、 漢の所有物であるという意思はなかったと解釈するのが本当であると考察している。琉球パッシャの祭人には、朝と八万具のみ八幡神が祀られ、それ以外は熊の権限が祀られていたが、前述のようにすべて神言衆寺院の境内に鎮座していた。琉球宗教史の研究では、琉球パッシャがすべて神言衆寺院に平地され、また由緒が古くその創建が、 大富事業に関わっている、臨在州長寿寺に併地された、長寿宮が発社に数えられていないことから見て、琉球八社はその神社に特別の由緒があったからではなく、新言宗の者のによる宣伝のため故障されるようになったのではないかと考察している。しかしまた同書では、何はともあれ、琉球八社という故障は、これに含まれる神社が特に由緒の深いものである感を、 抱かせたのは事実であるとも述べている。琉球宗教史の研究によれば、中世日本本土から誕生された神社、寺院は、一般民衆の手によるものでも、一般民衆の再度を目的としたものでもなく、ただ国王及びその一族、ひいては国家の無事安泰を祈願してのものであったため、社寺は、貴族階級の信仰対象であるにとどまり、一般民衆はほとんどそれらと結合されて、 いなかったのだという。このため、神社寺院には、う子や段家がなく、地元の民衆と信仰的に、直接結合しているものは、各村落にある、御嶽廃所であったと同書では述べている。琉球宗教史の研究によれば、金宮を除き神職が置かれていた。神職の置かれなかった、金宮は、観音寺の住職が経営していた。琉球パッシャへは、神職の役法並びに英前費が、 王府から支給されていたが、新職を持たない、金宮は王府からの経済的援助を受けておらず、琉球発ャと言いながらも、厳密には、感謝は七者であった。新職は、波上宮にのみ大部、ないし、ゴンの法理部、宮堂が置かれ、金宮を除く、その他の六社にはハフリベ、ないし、宮堂が置かれた。このうちの大部は七社の新職を総理し、各新職の任並びに、 下位の昇格降格を王府に苦情し、ハフリベから均衡を持って昇進することになっていた。ハフリベは、ゴンの法理部の中から選抜されるのが慣例であった。また、七社のハフリベ、内氏が、カグラの際に着用する服装はすべて王府の自社座から、支給を受けた。明治時代に入ると、琉球においても日本本土同様の宗教改革の波が押し寄せたが、琉球処分により、 琉球王国が廃され、沖縄県が置かれた琉球におけるそれは、神仏分離に伴う廃仏希釈が吹き荒れた日本本土とは異なるものであった。琉球宗教史の研究によれば、明治の宗教政策は、在来の宗教を弾圧しあるいは変革することによって、日本の国家理念のもとに作られた日本宗教に移行せしめ、その宗教を通して、琉球人を日本国家及び、 日本精神のもとに統合することに損していた。治験後において、琉球シャは、明治政府から政治的目的を持って取り上げられることとなる。道書によれば、明治初期の琉球は、明治12年の沖縄県設置後も、住民の民族的奇数が定まらず、未だ、新国から救援のあるのを心に頼み、特に、北進事変まではかかる傾向がなお顕著に、見られたほどであった。 このような情勢から、県政実施の上に、幾多の障害があることに鑑み、信仰によって、県政の身を上げるべく、琉球発射の中の一社を近代射格制度の韓国兵舎に列格し、モテ人心をして国家あるいは皇室への寄逸を図らんとしたのだという。こうして、明治二十二年、沖縄県知事より、波状グルの国兵駐射列格が上申されたが、政府は、 皇室の祖神であるイザナミ村を祀っていることを理由として明治23年1月27日に官兵商社へ格上げの上列格を再開している。また他の7社については沖縄県で孫社に列することを立案したが、前述した通り琉球の神社は従来より氏子組織を持たないことから経済的に孫社列格ができず、 また社殿その他の設備においても不備な点が多々あって、損車列格が事実上不可能であることから、とりあえず無格者として残地し、およい自おいい拡調整備して損車に引き直す根気を充実するよう努めることになったとしている。同書によれば当時の琉球発射は、日本本土の人技と同じものであるとはいえ、侵食制度の相違や、氏子組織のないこと、再式方法の異なりなど、 その制度及び組織上に幾多の差異があったのだという。しかも、琉球王国時代に王府が正規の神儀として認めていたものは、これら神社ではなく歌妃、家臣のとの、それらに奉仕する女神館で、これらは地元の民衆と信仰的に直接結合していた。その関係は、御妃廃所が定休であるという理由では、廃止できないほど強人であったことから、 日本政府の経済的保障により経営に困難のなかった波状偶を除き他の7社は経済的にも信仰的にも見るに耐えない無残な状態を呈することとなった。幾分地方民衆の振興を受けていた普天満愚を除く6社は民衆から放置されて荒廃し、アメクグなどは廃電がせ、本殿は昭和12年代音響と共に逆転倒壊して、 逆立状態となるほどであった。このように民衆の信仰が薄いにもかかわらず、日本本土の神義と同じものであるというただそれだけの理由をもって、琉球パッシャを取り上げた日本政府の政策は、結局失敗した感があると、琉球宗教史の研究では評している。琉球宗教史の研究第5編、明治の宗教政策第一章古琉球の社辞外観によれば、 長寿宮の創建記事は、琉球の文献における神社創建記事の初見となるものである。小金福王が国省の懐記に命じて、長皇帝の下境工事を行わせたが、懐記は、この工事が人力の及ぶところでないところを知り、東方天照大臣に向かい7日の間潮が退くように祈ると、霊言があり潮が落ちて海底が見えたため工事を完成することができた。 この法温のため、万草省に孝て、アマテラス大臣を祀ったのが、長寿宮の始まりとされている、琉球宗教史の研究1965年、ABCD、琉球宗教史の研究第5編、明治の宗教政策第一章古琉球の社事外観、より、琉球宗教史の研究1965年、ABCD、琉球宗教史の研究第5編、 明治の宗教政策第5小神社の列格並みに、創立第1節琉球発社より、琉球宗教史の研究1965年、琉球宗教史の研究第5編、明治の宗教政策第3小社自治の処分第3節、敷地並みに、建物の処分より、琉球宗教史の研究1965年、ABC、琉球宗教史の研究第5編、 明治の宗教政策第4小社寺組織の改革第2節神社組織の改革より、琉球宗教史の研究1965年。AB、琉球宗教史の研究第5編。明治の宗教政策第2小社寺録の処分第3節社録の処分より、琉球宗教史の研究1965年。琉球宗教史の研究第5編。 明治の宗教政策第五小神社の列格並みに、創立第二節派上軍の官兵舎列格より、琉球宗教史の研究1965年、ありがとうございます。